おはようございます。おはようございます。今年も初めての放送で忘れん TV311 ということで3月11日忘れないセンターからですね、震災の体験ですか復興の支援活動のを考える番組を放送していきます。今年初めての放送は暮らしのシェアということで第6回目にあたります。今日のゲストは特定非営利法人麦の会ハントクッキーの店コッペの飯島さんです。よろしくお願いします。お願いします。コッペはですね、僕たちも先日初めて伺ったんですが、仙台市宮城野区にあるパンとクッキーのお店です。障害のある人もない人も一緒に働いていてですね、震災直後は特に仙台市内含め、市内で、買うことが難しかったパンなんですね。全部すごい行列が至るところでできていて、そういうパンのお店の話 と、その直後普通の日常の仕事に復旧していく中でどのような困難を乗り越えていったのか、そして、パン屋さんの仕事を通して震災後 の小さなお店個人商店さんのお店や、障害のある人の生活をついて考えます。はい、ということで今回よろしくお願いします。さすどうしよう、早速小野さん、はい、お二人は年末年始いかがでしたか。年末、そうですね、まあ意識は全然してないんですけども、やっぱりこう震災があった年末っていうような感じで、よりこうゆったりしたいなという気持ちがあってですね、まあ、実家に帰ることもなく自分の今住んでるうちで年を越しました。しかもその後はずっと寝ててですね、初売りなども行かずその後実家には帰ったんですけども、そんな感じですごくゆったりとした正月を過ごしてました。飯島さんはいかがですか。私の生まれが群馬県のなんで、群馬の今はじいさんばあさんが高崎市にいるんですけど、そちらの方に、31日に帰って2日に戻ってきた感じですかね。特にだから群馬の方に帰るとその震災があったからどうのっていう感じではもちろんないんですけどもね、はいはい、とりあえず、無事な顔をみんなに田舎っていうか高崎のじいさんまさに見せて帰ってきたということですかね。はい、じゃあまた小野さんからこの暮らしのシェアっていうのもう一つ何かというのと、あと協力小野さんも入っている、仙台コミュニティカフェ準備室のことについて少し教えていただけますか。はい、じゃあまずコミュニティカフェ準備室の話から。はい、大丈夫ですか。まあ震災以降仙台に、まあ、コミュニティカフェを作ろうという、まあ、そういう思いを持った有志の方数名が、まあ、集まってですね、まあ、震災以降こう、より一層こう人と人とのコミュニケーションが大事になるのではないかというところで、まあ今後そういった活動、まあ、場所を作ろうというところから始まって、まあ、活動をサポートしようとか、まあ、そういったことを今もやっておりまして、まあ、この暮らしのシェアの協力もしていただいている、まあ、そういったところ感じです。で、まあ、暮らしのシェアの話なんですが、震災以降、まあ、ライフラインが停止して、商品流通というのもほとんどがもう停止の事態となりました。で、利便性の高いコンビニやそういう大型のチェーン店というのがその時はほとんど営業していなかったんじゃないかなと思うんですが、そこをこう生活の中心にしている、まあ、僕も含めた多くの方々が普通の生活で、まあ、普段の生活ができなくてとても困った、まあ、そこで、県内の生産者や、まあ、個人でお店やられている方をお呼びして、まあ、震災体験やお仕事の話を伺うことで、その市内に住む僕らのこれからの暮らし方っていうのを、まあ、改めて、考える、まあ、考えるためのヒントにしようという、まあ、そういった内容になっております。ありがとうございます。はい、早速じゃあ
コッペさんのホームページ、はい、www.麦の会-coppe.com なんですが、はい、うん、そこにあの動画があるので最初にあの、ね、コッペさんのお店の様子、うん、一番伝わりやすいかなと思うので、うんうん、早速、はい、映像を見ながら、少し話も、入れれるので、はい、少し解説していただきながら、はい、YouTube に上がってるものなので、皆さんもあの、うん、麦の会コッペとか入れて、ね、パンとクッキーの店とか入れていただけると出てきます。コッペ、ここでは障害のある人もない人も一緒にパンとクッキーを作っています。これコッペの前景っていうか普通のアパートの一階を賃貸してる感じですね。コッペを作るときにですね、まあ、その誰もがっていうことの一つの柱と、もう一つはあの安全で美味しいパンとクッキーを作っていこうということで、はい、まあ、国産の小麦を原料にということを、まあ、2つの大きな今のは制服バゲットやってます。そうですね、制服的ですね。私は普段働いております。普通に人がどうして生きづらいかとか働けないかっていうと、やっぱり生産性が低いというふうに、思われるし、まあ、実際小麦はどんな小麦使われてるんですか。小麦はですね、これはパンの小麦ですけども、岩手の南部小麦ですね。これは非効率的であるということで国産の、はい、でもう一つ逆にあの添加物とか使ったりするのはやっぱり効率を追い求めて、添加物を使ったりとかすると、それはあの現象としては違うけども、根っこの問題としてはやっぱり、能率が最優先であるような社会っていうのは根底にあるんじゃないかということで、1時間ぐらい誰もがっていうことと、まあ、今やっぱりそうじゃなくて安全第二、美味しいものをということの日本場所でした。国産の小麦を使ってパンとクッキーを行きましょうよということで、始めたんですね。なんか改めて見るんですが、すごい柔らかいですね。そうですね、うん、でもやっぱり難しいのはその日によってやっぱり生地の具合とかですね、微妙にこっちの私たちの方で障害者の方を例えば支援してるとかですね、うん、手助けしてると思われがちですけども、実はそうではなくて、一緒に流行ってる私たちも障害あるみんなからいろんな楽しさとか元気とかもらって、むしろ、まあ、支援してもらってるんですね。例えばこれが本当に障害ないメンバーだけでやってたら、本当に忙しい時は本当に黙々とただ単に仕事をこなしてるだけみたいな感じになるかもしれないんだけども、例えばね、新しくこっちがどうしても血がいっぱい入ってくると神経カリカリするのにしてしまうんだけども、結構長く働いてるスタッフの人が多いんですか。ひょんな言葉が出てくるから、そうですね、あのふとね我に返って、できて20年以上なんですけども、20年近く働いてる人もいますね。そういう関係ってのが、それなりにみんな年数減って、今映ってるのも2年3年以上いた人たちですね。形ができてもう一回発酵させて、これから焼くと。うんうん、まあ焼いてるですね。ですからあの位置づけとしては福祉施設という、まあ、行政的な位置づけはあるんですけども、ただ私たちの気持ちとしてはもうできてからずっと使ってる、まあ、20年以上使ってる、ね、福祉施設コッペとかが入ってパンとクッキーを鉄板を動かしているという実際町の中にあるお店屋さんとしてやっていこうという当初の思いは変わらずに、やってきているし、これからもやっていきたいなというふうに思っています。コッペ柔道みたいな、コッペでずっと働きたいなって言ってた。ああ、早く耳を出してね、これからも頑張ります。うちへ大好きです。コッペに来て2年目になります。コッペの仕事はみんなと一緒にやれてすごく楽しいです。うん、将来は彼女が欲しい。彼女が欲しいと近所の喫茶店に配達に行ってる風景なんですけどね、うん、歩いてコッペから5分ぐらいなんですけどね、必ず彼がちょっと図体にでかい彼が
こんにちは。すごい、レジから直接お金飛び出してる。すごいね。はい。街の喫茶店ですね。はい。水ください。水を要求するんですね。はい、喫茶彦西垣でございます。十何年かずっと作るコッペさんのパン使ってますけども、他にもいろいろパン屋さん当たってますが、一番うまいのはこのコッペさんのパン。これは事実でした。今のもっと障害ある人たちの中で人が行きやすい、できるような行きやすいっていうかですね、もっともっと広く社会参加できてですね、楽しく、まあ、今も楽しくやってる人が多いわけですけども、もうより一層ね楽しく、生きていけるような社会に、コッペを続けることによってなっていけばいいかなと思いますし、まあ、コッペに限らずね、いろんな人たちと協力しながらやっていけたらいいかなというふうに思っています。はい、以上です。ありがとうございます。はい、とてもこう明るい方々の、そうですね、あの画面にはその明るいメンバーがどうしてもこう映りやすいんですけど、中にはあの暗いメンバーもいますから、ね、あ、そうなんですね。一人がどっちかというとみんなで喋るよりは一人が自分のペースがっていう人も一緒にいますんで、いろいろ取り揃えておりますけど、まあ、トータルで面白いメンバーは多いですが、ちなみにパンとクッキーの店ってことなんですが、パンはどれくらいの種類があって、クッキーはどれくらいの種類あるんですか。そうですね、今パンはですね30種類ぐらいはあると思います。クッキーは16種類ですかね、普通のお店屋さんに比べれば少ないかなと思うんですけども、まあ、少しずつ増やしてきてこのぐらいになってる感じですね。ホームページにもそれ全部載ってるので、そうですね、はい、はい、まだ一部写真がないのもあったかと思いますけど、あでも大ほとんど、はい、あります。どうでした、小野さん実際先日食べてみて。はい、いやとても美味しくて、僕あのフランスパンを買わせていただいたんですけども、すごくあのその買った以降朝食はもうフランスパンをいただきました。あのフランスパンって割とシンプルなパンなんで、やっぱりその小麦の味がしっかり出てくると思うんで、よく噛んでもらえると本当にその良さが分かっていただけるかなと思いますね。北野さんはどうでした。あ、僕もクッキーいただいて、クッキーすごい美味しかったですね。やっぱいろいろ味がまた種類たくさんあるんで、あといっぱい買ってましたよね。はい、パレスチナオリーブのオリーブオートミールクッキーとか、そんな僕はあんまり食べたことなかったですし、おからクッキーとまた全然違う味わいで、いろいろ味楽しめたんですけど、どうやってコッペのパン買うことできるんですか。じゃあのお店に来ていただければもちろん買っていただけますし、はい、あとあの、市内であればですね、1000円程度まとめていれば、はい、あの配達もいたします。あと市内で売ってるのはあのいくつかの お店屋さんで売ってもらって、まあ、卸して売ってもらってる感じですけども、はい、どっちかというと、まあ、直接来てもらったりとか、はい、あと配達したりの方が多いかもしれないですね。あとコッペのパンってあの会員みたいになるとあの定期的に、そうですね、今あのパンの宅配もやってまして、1000円とか800円のコースで、行っていただければ月に1遍とか週に1回とかっていうペースでご希望に合わせてお届けすることもしております。はい、なるほど。どうですか小野さん、そんなこんなです、はい、いやあのホームページの方も見させていただいて、でその中でちょっとあの気になったところがあったんですけども、その障害のある人もない人も一緒に働ける場を目指してコッペを作りました、まあ、こういうふうに書いてあったんですけども、はい、まあ、そのどういった経緯でそういうコンセプトというか、そういう場を作ろうと思われたんですかね。ですね、実はあの私はどっちかというと呼びかけられた方だったんですね。で私はもともと、まあ、学生の頃からですね、まあ、障害ある人の、まあ、施設に子どもたちに遊びに行ったりとか、
施設を出たしてアパート暮らしでの介護とかやってまして、まあ、いろんなつながりがあってですね、で活動してたわけなんですけども、で、まあ、その中で、まあ仙台市内でいろんな活動してる、まあ、他の市民活動団体の方からですね、みんな、まあ、障害という、まあ、当社はだから障害ということに限らず、うん、社会的な班である人たちも含めて一緒になってこう働ける場を作りたいと思ってるんだということで、うん、はい、話がありまして、で私たちもやっぱりあのそれまでまあ学校にいる障害を持った子ども支援とかもしてたわけなんですけども、まあ、だんだん学校卒業して働く場ということをどうしようかみたいなことを思ってた時もありましたんで、じゃあ一緒になって、そういう場を作っていこうかということで話し合いを一緒にしてようになったというのが最初なんですね、はい、うんうん、それでそのいわゆる障害者の、まあ、就労施設という、まあ、そういう視点ではなく、まあ、あくまでその普通というか、そうですね、共に働くという視点ですね、はい、だから今ですと結構あの要するに業を起こすで企業というようなことがたくさん言われてて、はい、それを支援する、ね、うん、NPO があったりとかあると思うんですけど、はい、その頃はどっちかとはやっぱり脱サラっていう感じですね。最初の言い出しっぺは本当に今までやった仕事を辞めて、はい、やるような感じでしたんで、で、うん、まあ、そういう経緯もあったんで、特に福祉施設というを作るっていうこともなかったですし、うん、まあ、どっかからそういう助成金をもらってみたいな発想もなかったんで、自分たちでまあ言い出しっぺを中心にお金出して、あとは、はい、債権という形で協力してくる皆さんからお金を、まあ、債権と言いつつ返せないと思うよみたいな話を集めたんですけども、はい、集めて、資金を確保して始めたということですね、うん、はい、それが1988年の88、まあ、実際の話だったのはその1年ぐらい前から話し合って資金集めして、うんうん、はい、まあ、開業にこぎつけたのが1988年の12月8日ですね、はい、でそこから、まあ、運営団体麦の会っていうのが発足、うん、麦の会できたのはですね10年後ぐらいでですね、うんうん、まあ、最初はですからあの普通の、まあ、いわゆるあの最初はですね私はこうですから中で働いてたわけではなくて、はい、どちらかというとあの一緒になって、応援してる 外の舞台みたいな感じなんですけども、はい、まあ、とりあえず私が代表にはなってまして、私のまあ個人事業所みたいな形始まったんですね、うん、やっぱりやっていくうちに、まあ、最初はあの障害のある人1人と障害のないもの2人の3名から始まってですね、でだんだんと口コミで人も増えてきまして、で障害ある人が増えてきて、まあ、なかなかパンとクッキーの売り上げだけじゃこの先きついよねということで、仙台市の方から何らかしらの助成金が得られないかということで、はい、10年ぐらい経った話に行って、うん、でその時にやっぱり何らかの運営母体がないとそういった助成金出せないですよということだったんで、まあ、それまでも月いっぺんみんなで集まって、まあ、コッペの運営委員会みたいな感じで話をしてたんですけども、うん、それをこうじゃ麦の会という名前にして、うん、まあ、運営母体ということにしたということですね、うんうん、でそこから翌年に仙台市の助成金を得られることになったと、はいはい、で2000年3月に、特定非営利活動法人として認証されたという、そうですね、ですね、まあ、助成金もらえるようになって、はい、まあ、やっぱりこ、まあ、いわば公的な責任も出てきたよねと、でやっぱり、個人事業所でっていうかね、任意団体でいるよりは、うん、まあ、自分たちも市民活動の中からやってきたわけですから、まあ、法人格、はい、ちょうどその時 NPO 法もできたんで、うん、じゃあ NPO 法人を取ろうということで、まあ、法人格を取ったということですね、うん、という流れで、まあ、今のコッペさんがあるんだと思うんですけども、はい、あの先ほど見たお店の動画でも皆さんすごく笑顔が印象的で明るい職場だなというふうに思ったんですが、まあ、こういったその仕事場とか職場の環境づくりというところで気をつけているところとかっていうのはあるんですか？そうですね、あのやっぱり人間関係ですよね、うん、まあ、障害ある人、はい、たちもそうですけども、それを取り巻く我々、まあ、障害がないと言われてる、まあ、むしろ難しいのは障害とないと言われてる人たちの人間関係の方が、はい、難しいわけで、まあ、お互いのやっぱ風通しをね、うん、よくしておく必要はあるかなと思って、でやっぱ
この間やってきてやっぱり何回かもうやめようかみたいな話もあったんですけども、それはやっぱりあの人間関係がもつれた時ですよね、もつれてもうそれまでやってた人がやめるわみたいになったりとかですね、シビアなことといえばやっぱりお金がない、そんなに稼いでないわけなんで、そのお金を少ないパイをどうやってみんなで分けていくのかというですね、しかもそこにもあの障害ある人も一緒にということでやってるんで、障害ある人も含めてどういわゆる公平に分けているかということで、やっぱり、パイが少ないので難しいんですよ基本的に、そういうところでちょっとお金のことでこじれてるとかあったんで、まあ、そういう、ね、すれ違いをできるだけなくして、風通しを良くしていくっていうのが私の仕事なのかなというふうには思ってますね、はい、例えばこう具体的に言うと、なんていうんですかね、朝礼みたいなのがあったりとか、そういうことですか？いや、そういうことはないですね。特にそういうことはなくて、あまりそういう、いや、小細工はあまりしない、小細工はしないっていうか、あの一応あの根っこのところであのコッペでやっぱり一番力が大きいなと思うのはですね、障害あるメンバーですよね、実はその20年以上続いてって一番長く続いてるのはやっぱり障害ある人の方が続いてる人がいるんですよね、まあ、障害ない人はまあ嫌になったらどっか行けばいいわけなんだけども、やっぱりコッペがいいと思って来てくれる障害ある人は、そこコッペが一番なわけなんですね、そうすると何かあっても最終的にはあここに来てる、ね、あの人の顔見たらやっぱやめられないよねみたいな、話になっていくわけなんですよね、そこの力があって、まあ、それを引き出すために、まあ、もちろん月一遍のみんなで集まる会議の時ではしっかりあのとりあえず、みんなの意見をしっかり言ってこいよと、まあ、とりあえず言えばね、いいんで、なるべくそこを引き出して、あとでこうね、終わった後で裏でぐちゃぐちゃされてしまうのが一番嫌だ、嫌だと思ってるし、そういう時がなんかね良くないんで、難しいですよね。でも同じような過ちを繰り返しながら、来てりしてますけども、まあ難しいところですか。でその動画の中にも中でもそのコメントありましたけども、そのこちらから障害者の方を支援しているだけではなく、お互いに支援しているということを言われたと思うんですけども。そうです、まあ、あの障害あるメンバーは別に支援、うちらを支援しているとかいい、あの思いはないと思うんですけども、やっぱりすごいその面は多いですよね。あの、まあ、一般で言えば福祉施設の、まあ、誰でもどこでもそうだと思うんですけども、まあ、支援していると思われる我々が実はみんなとしていることによって非常に、まあ、目に見えないかもしれないですけども大きなものを得ているなというふうには思いますよね。その意味では障害あるとかないとか全然関係なく、やっているということだと思ってます、ありがとうございます。障害のある方は今何名ぐらい、今登録しているのは16名います。16名、ただ1人はちょっと長期欠勤事情でちょっと休んで、まあ、実際は15人ですかね。大体1日どれくらい働かれるんですか？それぞれ の障害 の、応じてということなんですけど、一番多いのは大体まあ9時から3時もしくは4時ですね、で、まあ、週に3回だけ来てる人とか、あと午後からだけ来る人とかっていう、そういう人もいます、やっぱみんなあのやっぱパン練ったりクッキー作るっていう、やっぱ作業自体やっぱすごい、それもあそうですね、そのやる人はみんな好きですよね、ただ、さっきの例えばの動画に出てきた喫茶店に配達行ったあの、図体にでかい彼はですね、今は作らないですパンとか、どっちかというと後片付けとかですね、クッキーのシール貼ったりとかですね、そういうのは好きなんですね、でもっぱらその専門です。すごく掃除とかね、うちらやりたがる機械の掃除とかですね、普通の人はやりたがるんですけども、彼はもう機器としてやってるんで、そういう風ななんかこっちでこう、振り分け、あこれやってみたいなこともあったんですけど、なんとなくいるうちに勝手に自分の好きなところに、ポジションがあって、そこにはまって、まあ、ただ、それがこうトータルでこう、まあ、うまく回って一つの商品ができてるかなっていう気はしてますね、やっぱりその好きな
ことの方が長く続きますもんね、うん、それは僕らもそうなんだとは思うんですけども、うん、そういうのがこう素直にというか、うん、でまあ、うちも知的な障害がある人多いんですけども、はい、割とパンとクッキー作ってるそういう福祉事業所って多いんですけども、うん、で分かりやすい仕事っていうか、その日のうちにこう練ったものを形にして焼いて袋詰めされて商品になるわけじゃないですか、うん、非常に分かりやすい、うん、でその中でいろんな工程もあって、うんうん、まあ、やっぱり障害の重い人だとこう形作れなくて、例えば鉄板を運んでもらうことがあったりとか、うんうん、何らかの形で関われるんで、うんうん、で結構広まってるのかなって、まあ、いわば合ってる仕事なのかなって、うんうん、まあ、当然いいものがあればそれを売って収益も得て、みんなの給料にもなっていくということなんで、うんうん、はい、そうなんですね、まあ、なかなか、まあ、僕もそうなんですけども、その仕事をするときにこう嫌な作業とかもちろんあるんですけども、なんかそういう楽しい場所っていうのを自分でこう見つけていくっていう、なんかそういうのはこう羨ましいというかいいなというふうに思いますよね、はい、で、まあ、震災の話に移っていくんですけども、3月11日飯島さんはどこで何をされてましたかね。ちょうどですね、コッペの中で、まあ、みんなと一緒に作業をしていましたね、はいはい、で大体もやっぱ3時で帰る人もいるんですけども、ちょうど2時46分その前だったんで、はい、まあ、みんなの最後のクッキーの袋詰めをみんなでしている時だったんですね、うんうん、その時に非常に大きい、まあ、震災が来たという感じでした、はい、うんうん、結構揺れがその長く続きましたけども、そうですね、立場上みんなには大丈夫だ大丈夫だって言ったんですけど、全然これ大丈夫じゃないと思いながらしょうがないみんなにはすぐ収まるからとか言って全然収まんねえよみたいな、そんな感じですね、本当に。で機械とかは壊れたりはしなかったんですけど、やっぱり上に置いてたものがこうどんどんね揺れ落ちてくるし、もうでやっぱり怖がってる人たちをお互いこう支え合いながらというような感じでいた感じでした、はい、なんかその直接的な被害っていうのは特別なかったってことなんですかね。そうですね、壊れたりとかそういうのはなかったですし、まあ、その場で怪我をしたとかですね、うん、まあ、もちろん亡くなったという人もまあいなかったということですね、うんうん、はい、うんうん、その時はこう、まあ、みんな一つになって、そうですね、その時間はお互いそうですね、とにかく近くにいる人同士でこう支え合って、うんうん、一応作業台とかあるんですけども、はい、まあ、下にも当然物を置いてあるんで、その下にこう入るわけにもいかずっていうそうだったんですね、はい、じゃあまずこう皆さんね、そのバラバラになる前で、一つそのすぐこう安否の確認とかっていうのもできたんでしょうし、そうですね、ただ配達にも出てたメンバーがいたんで、そのものが1台はもう随分コッペの近くまで戻ってきたんで、はい、ほどなく帰ってきたんですけども、1台がちょっと街中の方に行ったんで、その人とはしばらくちょっと連絡取れずに、うんうん、ちょっとそっちの方だけは最後までちょっと心配はしてました、うんうん、はい、まあ、その後無事にこう帰ってこられてっていう感じだったんですか、その配達された方。そうですね、その配達に行ったうちのですね、1人 のメンバーがですね、富谷から来ている知的障害の子なんですよね、はい、その子が一旦泉中央であとバスで帰るんですけども、うん、配達の車で一緒に乗って、それで一回降りて、うん、で、まあ、他の障害メンバーを家まで送っている最中に震災が起きて、その子だけは泉の伊東洋華堂の中でですね、一人で、震災に遭いまして、でその配達に行ったものがもう一人の障害メンバー家にまでなんとか送り届けた後、うんうん、心配なんで泉中央まで戻ってですね、はい、で幸いなことに偶然出会えたということで、その後車で富谷の家まで送って、うん、まあ、実際その送ったものが帰ってきたのはもう9時とかそのぐらいに夜になってたんですけどね、うんうん、ただ一旦ちょうどたまたま6時ぐらいだったと思うんですけども、その富谷の人だとたまたま携帯が通じてですね、はい、あ、今着きましたということで、あ、じゃあよかった無事だったっていうのはその場で、うんうん、その時に分かった。その時はもう全然携帯電話もつながりませんでしたね。そうですね、もうつながらなくて本当にたまたま偶然つながっ
ったんですね、その時ね、うんうん、はい、でまあその富谷に住まわれてる方も震災後は 戻られてとか、コッペさんに、震災以降コッペさんに戻ってきた、普通にその仕事として戻ってきたっていうのは戻ってきたんですよね、うん、結局やっぱり地下鉄がしばらく動かなかったじゃないですか。富谷泉中央までバスで来た後地下鉄とか使ってるんで、結局その人が復帰するのはやっぱ4月半ばぐらいになってしまったんですかね、うんうん、あ、はい、そうだったんですね、まあ、震災直後から数日の話今少ししていただいたんですけども、はい、前回と同様関心円グラフというのを書いていただいておりますので、それをちょっと見ていきたいと思います。お、いきますか。よいしょ、これが震災直後の飯島さんの中のお気持ち。そうですね、はい、やっぱり本当にその直後で言えばですね、やっぱり今言ったように、まあ、そういった配達入れたメンバーもそうですし、はい、まあ、自分の当然まだ子供とかいますんで、うん、家族のどうしてるのかなっていう、うん、それからあとコッペに、まあ、みんな、いたわけですけど、このそれをどうやって家に返していくかっていうこともあったんで、うんうんうん、逆にいや返せるのかっていうようなところをひっくるめて、うん、そうですね、そういうお互いのそれぞれの家族に対してどういう状況にあるのかとかですね、うん、そういうのが当然心配になりましたし、はい、それが1点ですね。それから当然これからどうなるんだろうっていうことですよね、うんうんうん、まあ、当然電気も消えちゃいましたし、ガスもつかない、はい、水道はまだちょろちょろと出てて、うん、翌々日ぐらいに止まっちゃったんです。あ、そうなんですね、コッペの場所は、はい、でそういうライフラインどうなるか、それから当然仕事としてどうなるのかということですよね、それはまあ、コッペのパンとクッキーを作って売るという仕事もそうですし、まあ、障害を持った人たちと一緒にやっていくという面での、うん、2つの面での商売どうなるのかなっていう、うんうん、ところですよね、うん、であと当然原発の爆発が伝えられた後はこれ一体大丈夫なのかなっていうところを、うん、この3つですかね。そうですね、はい、まずそのご家族などのその安否というかそういうのも割とすぐ得られたんですか。うん、とですね、とりあえずうち の連れ合いさんは病院で働いてまして、はは、まあ、病院でだからまあ大丈夫だとは思ったんですね、連れ合いさんに。ただ、今日帰ってこれないかもしれないなみたいなところですね、はい、それから、このまま実は4人いまして、はい、一番上は山形の大学に行ってるんで、うん、まああんまり心配しなかったんですけど、はい、3番目も大学生で、これは何してるのかわからない、何してんだかもう春休みですから、ね、何してるのかわからない。で3番目は中学生で、4番目は小学生なんで、まあ、はい、小学校中学校にいれば、うん、学校にいればね、まあ、それもだから無事だろうけども、まあ、迎えに行かなきゃなんないかなっていうのは思いましたね、うんうん、ただコッペにいる障害がある人たちもなんとか家族のもとに返すなりしなきゃいけないんで、まあ、すぐもちょっといけないかなというところですよね。あと、まあ、そのライフラインなどなどその辺というのは水がちょろちょろって出たぐらいで、あとは止まっていた。そうですね、もう当然電気はなくなって、ガスがですね結構止まっちゃったんですけど、臭かったですよね、その時しかし。ガス臭いっていうかですね、ははは、割とガス局のすぐ近くなんですけど、そうでしたよね、あんまり関係ないのかもしれないですけど、まあ、結構はガス臭かったですね、はい、で水はなんかちょっと出て、あ、大丈夫かなと思った、ね、その日はですね、うんうん、その辺は本当に、やっぱりそういう経験は当然ないわけですからね、ただ、とりあえず、まあ、ラジオはで、石油ストーブは、うん、コッペはなんと2台もありましてですね、まあ暖は取れたというはは、まあ、ろうそくも
ロウソクもあの結構あの施設とかでロウソクとか作ってるようなね、施設があって、なんかそこでまあ買った時にはロウソクがあったんで、はい、まあ、とりあえずそれでなんとかなんだけども、うん、というなんとか過ごしてたっていう感じですね。そのまあ数日間っていうのはもうお店にずっとおられたんですか、それとも皆さんが帰って、ですね、とりあえず当日はですね、はい、なんとか家族の人、まあ、近い人はですねこっちが送ってったりとかですね、うん、はい、したんですけども、で、まあ、あと家族が迎えに来られた方もいらっしゃいました。あと、心配だしやっぱり遠い人ですね、うん、コップがその、まあ、富谷の方で西中田とかですね、あとリフとかにから来てる人いたんで、はい、うん、その人たちどうするのかなっていうことで、でまあ、家族の、ね、ことを思いながら、あそこの父ちゃんはこの間退職して家にいるはずだからし、うん、あの人だったら迎えに来てくれるかみたいなことを思い浮かべながらとかしてたんですけども、うん、結局最終的にそのリフの子の家族の人もやっぱ8時ぐらいには迎えに来れてですね、うんうん、まあ、下手に動いてね行き違いになってもしょうがないかなと思ったんで、まあ、待ってるしかないかなっていうんで、まあ、最終的には待ってて8時ぐらいには、うん、最終的には最後の人を家族の人に引き渡すことができたんですけどもね、うん、それはもう当日中にできたってことなんですね、うん、ただ本当にそのね宮城県沖地震来ると言われつつ、何かしなきゃというふうには思ってたんですけども、うん、本当になった時にどうするかなんていう話をですね、うん、みんなしたことは、まあ、正直あんまりちゃんとはなかったんですね。だから本当にこう、うんうん、その意味では引き渡しをどうするのかっていうのはですね、はい、ちょっと考えとかなきゃいけないことだったかなと、うんうん、で今はですねその後の、まあ、それはちょっとその直後っていうか後でみんな話したことなんですけども、はい、まあ、いざとなったらコッペに泊まることも視野に入れておく必要があるよねということで、うんうん、現実的にはですねその、まあ、あとはその、まあ、地震が収まってしばらくはですからこうどうにも動きようがない時間帯があって、その時にコッペで働いてる、まあ、健常者スタッフですね、健常者のメンバーの方は自宅をとりあえず順番で見に行こうということで、何人か交代でそれぞれ、うんうん、コッペに残る人と自宅をとりあえず心配だから、うんうん、自分のところ見に行く人と分かれて、うんうん、そのうち2人ほどですね、やっぱ自宅がちょっと大変でちょっと怖くて入れないという、うん、はい、人が2人コッペで結局寝泊まりを1週間は以上ぐらいはしてたんで、うん、ですからまあ、誰かもしかしてその来れなくてもまあ最終的にはコッペで一緒にいることはできたかなというふうには思ってはいるんですけどね、うんうん、はい、でライフラインなどっていうのはいつ頃戻ってきたんですかね。そうですね、こうちょっと正確に本当にちゃんと覚えてないんですけども、1週間ぐらい、はい、で、電気水は通じるようにコッペのあるところは通じるようになったかなというふうに記憶してます、うんうん、それで、まあ、それまでの間その、まあ、コッペさんに寝泊まりする方もおられたり自分のお家で生活をされている方もおられたというところだったんですけども、はい、そのコッペさん、まあ、そのライフラインが復旧したくらいからもうお店の方が、うん、ですね、とりあえずまあその、震災当日はですね最終的には、はい、まあ、とりあえず翌日はまず自分のうちのことをしようと、もちろん、そうですね、いうことで話をして、その翌々日にちょっとどうなってるか分かんないけどとにかく、まあ、朝まあ、コピーに集まりましょうとスタッフ、まあ、健常者スタッフはまあコピーに集まろうと、はい、いうことだけ確認して分かれてですね、うん、でですからその1週間ライフラインが電気水が来るまでは作ることができなかったんですけども、パンはね、在庫持てないんですけどクッキーは在庫としてある程度数はあったんですよね、うん、でそうするとやっぱり、人がいたんで、うん、人にやっぱパンを求めて来られる近所の方いらっしゃって、うんうん、でパンは本当にすぐなくなってしまったわけなんです。そのクッキーはまだある程度在庫があったんで、うんうん、でそういう人もまあパンが欲しくて来たけども、まあ、なくてでもあクッキーがあるということで、うん、ちょこちょこ買っていかれたんですよね。じゃあお店自体はそうですね、人がいたんで来たら
来る人がいたらもうその場でクッキーを売ってると、じゃあもう地震直後からもうずっと次の日人がいて訪ねられたら、まあ、そうですね、はいはい、そういう感じでしたね、うん、はい、ただそれも、本当にその1週間の間にはクッキーの在庫もみんな途中でなくなってしまいましたし、うんうん、であとそのちょっとその震災当日にクッキーの袋詰めしてたわけなんですけども、結局あの電気止まっちゃったんで、うん、最初にのシール、あの袋に入れたのをこうシーラーって言ってペッパッとあの、うん、やるのそれもできないんで、こうもうしょうがないから大袋に入れてまとめたのがあって、それを、近くのまあ東仙台中学校は避難所になってたんで、うん、なんかおやつもないみたいな話があったんで、どうせこれ売り物売りにもならないんで届けたりとかのいうような感じだったですかね。うん、そうなんですね。で、まあそのそういう、次の翌日、まあ、と翌日ぐらいからそういった対応されてたっていう中で、すごくこう行列ができたりとかそういうことは、うん、でそれはやっぱり、ね、まあ、茎だけの時は行列とかはもちろんできないんですけども、水電気来た段階でじゃとにかくある材料で、はいはい、パンを作ろうということで、パンを作って、パン本当に特に、ね、宣伝も何もしなくて、うん、パンありますっていうことで焼き上がってね、はい、出したらこう人がどーっと、うん、来てですね、うんうん、とりあえずまだ本当に材料が、ね、粉もそうですし、それからやっぱりあのイースト、うちはあの生イーストを使って作ってたりするんですけど、そういったあのやっぱり原料を扱って倉庫のところがですね、うん、まあ、仕入れてるところ先がやっぱりその倉庫そのものがぐちゃぐちゃでちょっと物がっていう話があって、うんうん、それがどこまで続くか分かんなかったんですね、うんうん、またある分でとにかくやろうということで作るようになってからはですね、うんうん、本当に、コッペ始まって20年始まって以来の行列が、できて、ただですからあんまり量産は逆にできないですよね、うん、なんかその日だけで全部ね作り切っちゃってもしょうがないところがあって、ね、逆にそれほど作れないよねっていうこともあったんで、うんうん、もう行列できて本当に、あっという間にこうなくなってしまうっていうような状況でしたね、うんうん、まあ、そのライフラインが止まっていて、で、まあ、1週間程度で復旧したっていう、まあ、その時のお気持ちっていうのはどういった感じだったですかね。そうですね、やっぱり作れること自体は嬉しかったですよね、うんうん、うちらやっぱりあのパンとか作ってそれをお客さんに買ってもらってね、うん、美味しかったよって言われるのは一番嬉しいんで、うん、やっぱ作れるってこと自体は非常に、とりあえずまず作れたかなっていうのはホッとしたというのと嬉しかったっていうのは両方ありますかね、うん、はい、それはパン作ったのは3月中の話、もう3、その、そうですね、3月1週間後ぐらい、1週間後ぐらいから、はい、作りましたね、はい、うん、やっぱ材料とかやっぱりライフラインの問題でやっぱ数も少ない、そうですね、はい、当然あの物流が普及してない状況では今の原料を使い切ったらもういつ今度はそれが来るかわからないような状態だったんで、ただ本当に目いっぱい作れる状況でも逆にはなかったんで、まあその辺こう、少し調節しながら無理のない程度で作れる範囲でということで、うんうん、飯島さんが実際にパン作られてる方から見て、あの当時震災直後の生活でなんでパンがすごい並んでるって、やっぱりなんかあの何も調理しないで食べやすいっていうところもあるんですか、ね、そういうのはあると思いますよね、うん、はい、とりあえずパンだけ便利ですからね、そういうのはあったと思いますね、はい、うん、市内のあちこちでそのパン屋さんに並ぶ行列っていうのはありましたからね。そういった、まあ、そういう簡易的に食べられるというか、あと冷たいものが多かったっていうのもちょっとあれかもしれないんですけども、その焼き上がったパンがとか、そうでしょうね、それは非常に良、かったんじゃないかな、気持ちとしてもいいですよね、はい、うん、でまあその震災直後から、まあ、1週間以降のお話までこう来たんですけども、また関心円グラフ直後とはまた別なこれからの関心円グラフ書いていただいているので、そちらをちょっと見ていきたいなと思います。ちなみにやはりその売り上げがやはり3月中は
当然営業日も生産量も少なくなると、ね、はい、少なくなる。当然それはあの普段の月の半分ぐらいじゃなかったですかね、うん、まあ、それからそうですね、改めてその3月中はですね、ですからあの、交通機関がこう、はい、復旧してなかったんで、作ってたのはうちらのいわゆる健常者スタッフだけだって、はい、まあ、障害ある人たちは、まあ、近くの人は、うん、ね、歩いてくれる人は、はい、まあ、どっちかというと家にいると逆にね、うん、悶々とする人もいるんで来ていいよっていう話してたんですけど、うん、他の人は大体、まあ、3月はとりあえず自宅待機っていう話をしてたんですけど、はい、やっぱ普段これをさっき言ったようにそれをやってる人がいないとですね、仕事が非常に滞ったっていうかですね、うん、改めてあうちらコッペの障害者メンバー働いてんだって逆は、ね、普段から思ってたんですけど改めて実感したさ、いなくなると、いなくなるとこんなに困ってうちは何もできないからそんな1ヶ月でもありました。でもちょっとシビアな部分で、そうです、売り上げがないと特にその直接販売されてるとやっぱ給料の面でもやっぱ大変そうですね。うん、いや3月中のそうですね、まあ、一応経営者の立場で言えばですね、うん、一応トップやっぱ金払えっかなみたいな、うん、一番だったですかね。でもとりあえずこう、まあ、20何年かやっていたうちで一応いくらかは貯金はあるんで、うん、まあ、とりあえずそれを使うしかないかなっていうところで、ただまあ4月以降、まあ、いつも毎年あの一応4月3月ぐらいでみんなでこう来年4月以降の給料どうするかって話し合いをするんですけども、とりあえず4月以降賃上げはなしねみたいな話だけをしました。ちなみに全員復帰されたのはいつぐらいなんですか。そうですね、あのメンバーの人でですね、そういったあの、まあ、富谷の他にあと泉の方からも来てる人がいて、はい、地下鉄を使って来てる人が2人ほどいたんで、うん、地下鉄が5月ぐらいまでですよね、はい、5月ぐらいに、それまではその2人はですね本当に、まあ、家家族の人が送ってくれるような時は来たんですけど、それ以外はちょっとそれが復旧するまでは休みみたいな感じで、うん、実際のメンバーが本当に揃ったのは5月っていうことになりますね、はい、これからの、はい、すいません、じゃあちょっとまた戻りますけども、これから、はい、のその関心円グラフも書いていただきました。3つであることはまあ変わらないんですけども、まあ、内容が少しずつ変わってきてるという感じですかね、はい、そうやっぱり未だにやっぱり今後の仕事を、特にあのパンとクッキーのですね仕事はどうなってるかっていうことはですねありましてですね、うん、で実はですねあの、まあ、昨年はですね本当に震災直後は商売上がったりだなっていうふうに思ったんですけども、はい、でこれまでいろんな各地の人とのつながりとかありましたんで、やっぱりあのいろんなとこから連絡があって、大丈夫ですかって、何が必要ですかっていうようなことで、うん、まあ、最初はやっぱりね、物とか金とか、うん、答えなんですけど、ね、やっぱりそのうちだんだん作れるようになったら、やっぱり今度は売り先が欲しいと、うん、はい、でなかなか地元の今までつないであったところは復活してこないと、うん、で売ってちょうだいっていう、うん、お願いをしてですね、はあ、でと結構各地の皆さんからですね、まあ、復興市みたいなやるよとかってクッキー送ってちょうだいよっていうような感じで、あるいは逆に本当に自主的にそういう売ることによって支援していこうという、うん、プロジェクト立ち上げてくれた人もいますんで、そういうところから注目とか入って、結構あの本当に5月6月以降ぐらいからそういった注文が入ってですね、割と、うん、昨年並みのですね売り上げは確保できるようになったんですけども、うんうん、ただそれもやっぱり今後それがいつまで続くわけではないと思いますし、そうですね、うん、そうなっていくとやっぱり今までの売り先をどうつないでさらにまた獲得していくかっていうことがですね、うん、大きな課題になると思うんで、一つやっぱり今年はその仕事が正念場かなという、売ることに関しては正念場かなということに思ってまして、それが一つですね、うん、それから当然あの放射能ですね、はい、原発放射能、これ大きな問題 で、うん、でさっき言ったように、まあ、各地から血も入ってくるようにもなってるんですけども、それとやっぱり、放射能大丈夫ですかっていう問い合わせも当然あってですね、うん、でそれ
に対する対応っていうのを考えていけないかなと、うん、で、公的機関に検査にも出しましたし、ただこれからね本当にますますそういう問題っていうのは広がってくるっていうか長い長期間長引いてくるだろうと思うんで、うん、それに対してどうしていくかっていうことですね。で、まあ、当然あの原発そのものは早くなくしてほしいと思いますし、事故そのものは取得してほしいっていうのは思いますね、はい、うんうん、その問い合わせ自体っていうのも実際もうすでに多くなってきているんですか？そうですね、結構やっぱり関東以西の中人からはよく来ますよね、はい、関東の人からもそういうふうになってきてると思いますので、うんうん、はい、まあ、今後もそういった対応、まあ、問題が収束するのが一番なんでしょうけども、うん、ただ本当にねセシウムなんかはね、すぐなくなるわけでもないし、そうですね、どっかに、溜まっていくっていうこともあれば、はい、それがまた大きくクローズアップされればそれだけでまた大きな問題になると思いますしね、うんうん、今後もそういった、対応なりっていうのが必要だということになってくるんですね、はい、やっぱ特にあのコッペさんの国産の小麦使われてて、ね、原材料になんか気を使われて日本の国内とか、うん、その有機とか無農薬とか使うほどなんかそのこれまで買っていただいた方もそういうの結構敏感な方が多いと思います。そうですね、そういうお客さんが多いです、うん、特にうちも国産という中でもパンとクッキーであの違うんですけども、パンはあの岩手の南部小麦で、小麦あのクッキーに使ってる小麦は薄力なんで岩手、宮城、青森とかの、まあ、粉がブレンされてきていまして、はい、まあ、東北産の小麦なんですけど、うんうん、で、よりねあの同じ国産でもですねまた、より心配されるところなので、うん、その辺は取引先の方でも当然、検査してもらっているとは言いつつやっぱりねイメージとしては大変なところにいるのかなと思います。そうですよね、現在もなおその風評被害じゃないですけどもそういったものも含めてまだまだ続きそうな感じがしますかね、はい、もう一つだとやっぱり、これからどうなるっていうのはまだまだ復興に向けてね、日々は続いてるわけで、特にやっぱり、津波の被害が大きかった沿岸部の障害を持った人たちの生活なりがどうなっていくかっていうのはやっぱりそういうところで一緒にやってきた人たちもいますんで、うんうん、どう私たちが支援していけるのかっていうのは、うん、考えていかなきゃならないかなっていうふうには思ってますよね、うんうん、具体的になんかそういった動きなりなんなりっていうのが始まりそうだとかそういうのはありますか？うん、私もですね協力して、まあ、こちらのやつでもあの障害者グラフィーということで出てる、まあ、及川助けての及川君たちがやってるですね、被災障害センター宮城ということで私も一応一員になってますので、うんうん、そこでは例えば石巻の方で、新たに拠点を設けて、そこに地元の、まあ、地元はもう集まるところさえもない状況なんで、うん、そこを中心に、地元の人たちと一緒になって、少しずつ動き出そうということではやっておりますので、うん、まあ、そういったところにもね顔を出していけたらいいかなというふうには思っています、うんうん、あとそれぞれあの被害があったところの事業所の人たちともですね、うん、まあ、お互いの商品を仕入れて売ってあげたりとかですね、まあ、当然そこに直接行ったりとかしてですね、うん、協力はしていきたいなというふうには思ってますね、うん、現状そういうその沿岸部で、活動されている、まあ、そういった団体さんとそのやり取りがある中でもう具体的にそういう悩みとか困っていることっていうのは聞かれたりしてますか？うん、そうですね、やっぱり、石巻の方で言えば本当に今後本当にどうして例えば、仮設住宅の話にしてもですね、うん、一番分かりやすいのはバリアフリーの問題で、うん、スロープはついたけども周りは砂利道で、うん、でも入り口あとは入り口が狭くて入れないとかですね、うん、中のも使いづらいと、うん、改造するにもなかなか難しいと、うん、いうようなことがあります、うん、で今もそれをあの改修のしてくださいという要望もしてますし、これから例えばあの公設の住宅とかもできてると思うんですけども、うん、復興住宅ってやつね、それに対してもちゃんと、
そういった仮説の、ね、同じ過ちを繰り返さないようにしているように予防もしていこうよという話とかも当然あったりしますね、うんうん、そういった活動にもこれからも積極的に関わっていこうというなかなか自分のところで、ね、手一杯でもあるんですけども、まあ、できる範囲内でできる範囲 で、まあ、ちょっとあのお店の方に話を戻すんですけども震災前と後で何かこうお気持ちに変化というか、まあ、物理的な変化でもいいんですけども、そういうのはありましたか？ですね、まあ、今は特にその変化っていうのはない、ないといえばないですね、うん、で、まあ、今まで自分たちがやってきたことを、そういう思いをこれからも続けていくだけだとは思ってるんで、うんうん、特に震災があって、まあ、変えなくてはいけないとかそういうことではないと思ってます、うんうん、でむしろやっぱりあの障害ある人たちにとって必要なのはやっぱり普段の日常をどう取り戻すというかっていうことだと思ってましたので、それはやっぱりパンとクッキーをみんなとね一緒になって作るっていうのは何よりの一番の大きなまあ支援だと思ってますし、まあそれにすることによって自分たちがこれまでやってきてきた思いを実現していくことにもなるんで、まあ前と変わらずにやっていこうというのが一番の思いですかね。はい、ちょっと前後してしまうんですけども、まあ、その商品を卸しているとかそのお店さんにこう、まあ、卸しているっていうようなことも、まあ、何店舗かあるかと思うんですけども、そのお店の方の復旧とかそういう、そういったお話っていうのも聞かれてますか？大体のところはですね、うん、あの戻ってきてはいるんですね、うんうん、で今まで通りのお付き合いをしたというのもありますし、ええ、ただやっぱりちょっと震災があって取引がなくなってしまっているようなところっていうのもありますね。なんかそのやっぱりこうみんなが被災しているわけで、それがこう同じようにライフラインが止まっていてっていうようなところで、それぞれがこう 元の生活に戻ろうというようなことに今取り組んでいるのかなというのは感じるんですけども、まあ、その関わり合いが多ければ多いほど、その自分も戻るのも当然大事なことなんですけども、その周りが戻らないとどうにもっていうようなこともありますよね。やっぱり、まあ、とりあえずとにかく一つ思ったのは、まあ、よく言われていることですけども、はい、いろんな人とのつながりはたくさんあった方がいいなっていうのは改めて感じますよね。でそれはまあ、まあ、県内市内県内もそうですけども、いろんな他の地域の人たちとのつながりが本当に大切だなというふうに思って、まあ、それにひどくやっぱ助けられた面とかやっぱりあると思いますしね、そこのところはこう普段なかなか自分のところで結構目いっぱいで、はい、なかなか外に出てくるのも大変であったりはするんだけども、うん、でもやっぱりそこに留まっているだけではなかなか、うん、まあ、いざという時もそうですけども広がりは持てないと思うんで、うんうん、まあ、やっぱりいろんなところに出かけてってお互いの顔を見知ってるっていうのは非常に大きなことなのかなっていうふうに思ってはいます。はい、ちなみにお店と地域のつながりっていうのはやっぱ密着してあったっていうことで、すごいなんか物々交換もやられて、結構あの要はあのコペで誰かしらいて、そこにとりあえずなんか食べ物があるん で普段、まあ、一応二十何年がやってきて、近所のお客さんとかね、お得意さんとかいるんで、そこにコンペに来て、うん、とやっぱり本当に、まあ、どこでもそうだと思うんですけど、みんな 何かしら自分の手に入れたものを持ってくるわけじゃないですか、うん、で他の人は他のところで手に入れて持ってきて、あ、じゃあこれあ欲しい、あいるみたいな感じでですね、うん、まあ、ブツブツ交換してたりとかっていうのがありましたよね。で特にこう普段地域の人に何か働きかけてるわけじゃないんですけども、やっぱり続けてることによってコッペに帰ってくるメンバーが近所の人にもう姿を晒してるわけなん でそこで知ってくださってるんで心配してくれたりとか、うん、あと地元 の商工会にも加盟してるんですよね。やっぱりその例えば灯油もお米屋さんとか
と大丈夫っていうことでちょっと灯油もらったりとかですね、あとガソリンなんかもですね、商工会でスタンドをやってるっていう人が、うん、コッペさん大丈夫よみたいな感じで、分けてあげたいみたいな話をもらったりとかですね、そういう意味ではその、まあね、福祉、一応福祉施設は別に商工会入る必要もないんだけども、でもやっぱり商売という面では必要だと思ったんで入ったわけですけども、まあ、そういう中での地域とのねつながり、あるいは例えば地域の市民センターなんかでもお祭りとかある時にはこう出廷したりしてるとやっぱりね馴染みができるんで、そういうところでこう心配してもらったりとかっていうのはやっぱり普段から大切だなっていうふうに思いますね。やっぱ同じ場所でやられた強み、そうですね、同じ場所でやってきた強みっていうのはあるかなと思うんですよね、うん、あとそういった面で個人商店のありがたさを感じる、 そうですね、それは本当に、私自身も他のねやっぱり八百屋さんにしても日本に来て感じて、まあ、みんな感じたことだと思うんですけども本当に助かりましたよね、まあ、自分たちがその一つの個人商店の一つだということであればそれは非常に、はい、まあ、それはそれで嬉しいことかなっていうふうに思いますね、あといくつか伺ってもいいですか。どうぞ。あと福祉避難所のことも書いてあったんですが、やはりその、働かれてる障害のある方はやっぱ福祉避難所はやっぱ結構普通の避難所だとやはりご苦労する部分が多かった、そうですね、うちの通ってきてるメンバーの中では一人やっぱり、近くの中学校にいたんですけども、やっぱり 2,3 日ぐらいで自宅に、まあ、マンションなんですけども、まあ、社宅なのかな、帰ってきてちょっと社宅そのものやっぱり、被害はあったけども、まあ、やっぱり大勢の人の中ではなかなか居づらいっていうのは大体みんなそうですかね。で、まあそれこそ助けットの追いかくたちもやっぱり、バリアフリーの面とか、あとトイレの面とかでどうして、あと知ってる、まあ、白丸、体育の白丸の方の、事業所ではですね、やっぱり結構近くまで津波が来たということで近くの小学校に行ったんだけども、やっぱり寒くて、やっぱ大勢いるしということで、なかなか居づらいということで、結局その事業所に戻ってきて、そこはたまたまお弁当をやってるところなんで、食材は僕にあって、しかもプロパンだったっていうんで、でもう、そこの20人ぐらいで一緒でしばらく寝泊まりしてったというところだったんですね。でやっぱりそれは何とかしなきゃなんないかなと思っていて、それは当然普通の一時避難所ですね、それをバリアフリー化する、あるいは例えば学校であればそういった教室を使わせてもらうとか、いろんな対応の方法あると思うんで、そういうのが一番だと思うし、やっぱりそこで居づらい人はそういう福祉避難所のあり方というのも充実させていかないと。だから現状はなかなか場所も限定されてますし、とりあえず行ったはみんな一時避難所に行かなきゃいけないんですよ。一時避難所に行ってそれからね、いかに福祉避難所になるっていうのは、それもちょっとなんかおかしいかなことかなと。それだったら例えば市内にいくつかある福祉事業所で、条件があったところはそこがそのままね福祉避難所として活用して、まあ、そこから例えば一時避難所から物資とかの支援も受けられるというようなことにしていけば、新たに金をかける必要もないし、そういうね、まあ、みんなにとっても普段から行ってる場所であればね馴染めるわけなんでね、人も場所も人もそう、そういうことを考えていったら、よりスムーズになっていけるかなって思ったりもしてはいます。あとちょっと話また変わるんですけど、日割り単価はやめてほしいって触れても大丈夫です、ね、大丈夫ですよ日割り単価ってどう要するに出席して初めてお金が入ってくるんですね、はい、そうです。で欠席するとお金は入ってこないです。公的な支援が入ってこないです、で今回、我々が別に悪くないのでみんな休まざるを得なかったわけじゃないですか、その分そういう公的なお金は減収してるんです、なるほど。だから3月は売り上げも落ちたし、そういう公的な収入も落ちてるということ。障害者の方 の、 働くものの公的助成の話が3月の部分はやっぱ働けなくなった部分が普通に当然みんな欠席、欠勤として扱われたんで請求できないですよね。それ困りますね。それは当然困る話で、休まざるを得なかったっていう状況ですもんね。だからそれは直後にはですね、まあ、やっぱりいろんな障害者の運動団体とかありますんで、それについて
まあ、せめて例えば直近の3ヶ月の出席率で請求できるとか、そういうふうにしてくださるように要望してくださいとかも言ったんだけど、結局それ認められなくてですね、うん、ちょっと例えば交通インフ遠い方はやはりその公共交通じゃないと通えないっていう人も、じゃあ5月まで長引いた分をもうそのままダイレクトに、とにかく休んだ場合はもう、はい、請求できないということでしたね、それちょっと厳しいです。その辺は今制度改革で何とかしろという話は実際して、うん、はい、あとその材料コッペさんではその原材料とか材料をすごい気使われてるんで、その現在の小麦も自主的に放射性測定を公的機関に出されたってことなんですけど、これもなんか必要な量とか金額面でやっぱりご苦労されたって。そうですね、あの1検体だいたい2万円検査だけで2万円、だからより精度の高い検査を求めてたら 2.5 キロ必要だと、はい、そうすると大体まあクッキー8000円から9000円ぐらいの量になるんで、合わせて3万ぐらいの支出になるので結構大きい額になるんで、そうそうたびたびもね検査に出せないということですよね。今は、まあ、今回は民間の測定されてる方とかのところにも出しながら、まあ、なんとか定期的にそういう情報はねしっかり出していきたいなというふうには思ってます。まあ、その辺の費用は決して東電さんは、ね、負担してくれないでしょうから、うん、そうですよね。でもそういう意味でも仙台の小さき花さんとか小川原のテッドテッドさんとか、なんかそういう市民の放射線測定室ができると少しクロスチェックもできるようにやりやすくはなっていくんですか。うん、そうですね、そういうやっぱり費用的な面で考えたら、そういうところにお願いしてっていうことになってるかなっていうふうには思いますね。はい、ただあくまでも民間のはね公的な証明にはならない。あ、じゃあそういう制度も作っていかないと市民のだとダメとかになるとちょっとあれです。そうですね、そういう実績を積んで、それが公的ね認められたらそれはいい、ありがたいことですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、という、まあ、いろいろな視点で、まあ、パン屋さんという視点と、まあ、その障害者と共に働く場というところで障害者の話というのもいろいろしていただきました。今日はありがとうございます。いえ、どうもこちらさんありがとうございました。こんな感じで来たら大丈夫ですか。飯島さん、他に何かあの宣伝する、ね、うんうん、そうでした、すいません。宣伝することですか。はい、それはぜひあのコッペのパンとクッキーを買ってくださいっていう、うん、ホームページで右の回コッペ仙台とか入れていただければ、うん、多分コッペだけでですね、あの結構あの上位の方に出てくると思います。で下手に麦の回だけだとですね、麦の回って結構各いろんなところにあるんですよね。でもコッペコッペでパンクッキーコッペって入れてもらえると、うん、コッペだけでも結構出てくると思いますので、はい、このなんかお楽しみパン会員募集も気になるところなんですが、うん、それはあの先ほどもちらっと言ったんですけど、うん、1000円とか800円とかでですね、うんうん、まあ、月1遍とか週に1遍とかってこうこちらから、ね、うん、パンをセットしてお届けするという、うん、クッキーだと全国に発送、そうですね、パンも一応発送できます、うん、ただどうしてもパンは日持ちしないわけですので、発送の場合はクッキーの方が多いですかね。はい、あとホームページで一つ忘れてたんですが、あの開放をあの PDF でダウンロードしてもらってて、あの麦の穂っていうあのタイトルで出されてて、この中でもあの3月の震災のその障害のある方ない方の体験談が入ってたり、あの全国からの手紙一部も入ってたりして、かなり、うん、ボリュームある、はい、うん、うちの、まあ、メンバーの直接的な被害はなかったんですけども、やっぱりあの渡野藩にいたおじいさんが亡くなられたというメンバーもいて、うんうん、時々やっぱり言いますよね、うちのおじいさんうちの肩の上にいるんだとかって、ほう背後霊じゃないんだみたいな守護霊ですか、見守っててくれるって、ね、時々ねメンバーいて、うんうん、このスタッフの方かなりあの人
一人女性スタッフの方、かなり細かく生活とか心情とか綴られてるんで、それもなんか合わせて読むと、うん、そうですね、もともと劇団をやってる人がその、まあ、そのノリっちゃあれなんですけども、本当に臨場感たっぷりに書いておりますので、うん、はい、読んでいただければなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あと仙台コミュニティカフェ準備室からもかなりお知らせ、はい、はい、なんかすいません、はい、じゃあちょっとだけ、今年の2月の19日なんですけども、音の輪という、まあ、メインはライブなのかな、まあ、でもライブ以外にもこうお茶が出たり、まあ、物の販売物販もあったり、あとは原発放射の何でも相談コーナーなんていうのもありまして、それが2月の19日日曜日1時から7時半まで、まあ、会場が連鎖。連鎖は北野さん行かれたことありますか？いや、僕は前からお話を聞いて実際中に入ったことはまだないんです、はい、飯島さんが一度連鎖に行かれた、はい、三越の斜め向かい、向かいですよね、アーケード内にある、はい、の 上の方でしたっけね、7階TIC ビル7階。どんな方が出るんですか？はい、ユンボさん、ユンボさん、仙台からはユンボさん、あと、あ、ユンボさんはテニスコーツと一緒にやるのかな。あ、そうなんですね、うん、あとテニスコーツ、あとレイチェルダット1、3、これは内側を見せてもらった方がいいのかな。あ、中身、うん、内側を、まあ、寄れるとこまでぐらいで、こんな感じで、まあ、ライブ、友部さんと、まあ、曽我部さん、曽我部圭一さんはとてもいろんなところでライブされていて有名な方ですね。で、まあ、ライブ以外にもロートルシャンベルさんとか、ん？ロートルシャンベルさん、はい、仙台で活動されている方の物販、まあ、お茶も飲めたり、いい相談もできたりで、時間もとても長いので、長いですね、はい、5時間ですで、まあ、気軽に、皆さん興味のある方はぜひ、チケットの販売もすでにしておりまして、ローソン、ピア、e プレイスなどでも購入できます。あとは、仙台ユンタさん、あとブックカフェ火星の庭でもチケットが購入できますので、皆さんぜひ足をお運びください。ちなみに、そう言うの忘れてました、音の輪のコンセプト、音の輪は、まあ、東北から子どもたちの安全な未来と新しい暮らし方を自分たちの手で育み発信していけるよう、音楽をエネルギーに歌い踊りつながり合う場、まあ、そういったことをコンセプトにできたイベントです。あとあれですよね、売上側の収益が半分ずつ、仙台コミュニティカフェ準備室さんの設立資金と、あともう一つが母子週末雇用プロジェクトの小さな旅ジャパンっていう、はい、ちび旅 .com で、はい、放射能線地区 の母子を週末だけもう少し放射線の低いところに宮城県内で合宿させるプロジェクトの2つに寄付するということで、はい、あるんで、はい、小さき花さんとか含め、結構そういう放射能活動されてる方とか、そうですね、持ってるみたいなんで、ぜひご関心ある方は、はい、はい、お越しください。お越しください。あとあれですよね、2月に出演、はい、暮らしのシェア出演予定の、はい、石巻のカフェ の、はい、はい、サロンモモの小関さんも お茶の輪ということで、移ろいカフェって、まあ、出張でこう小関さんがやられてるカフェがあるんですけども、その移ろいカフェっていうのもありますね。なるほど。で、まあ、この企画にこう、まあ、協力という形で仙台コミュニティカフェ準備室が関わるというところです。
チケット絶賛発売中なので、中、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと僕一つ噂で聞きつけたんですが、あの小さな町の先輩もあの、はい、音楽ライブイベント一つ企画されてるということで、はい、すいません、なんか日付が近いのでちょっとややこしくなるなったら申し訳ないんですけども、はい、すいません、ありがとうございます。あのヘニングシュミートさんっていう、方、まあ、ドイツのピアニストなんですけども、その方の、まあ、ジャパンツアーというのが2月から始まりまして、それのイン東北ということで、東北は3つの場所を回ってくださいます。それで2月の17日、なんですけども、仙台は仙台でもやることが決まりまして、モーツァルトアトリエさんで、やらせていただくことになりました。これはこれもあのチケットの予約販売っていうのもスタートしておりますので、気になる方はぜひ遊びに来てください。なかなかそのに日本に来るっていうこともなかなか珍しいし、なおかつ東北まで来ていただけるっていうのは本当に機会が少ないのかなと思いますので、ぜひ。ちなみにどんな感じの音楽なんですか？ですね、はい、まあ、ピアニストでピアノソロでピアノだけの演奏なんですけども、なんていうんだ、 そんなにこうクラシッククラシックしていないというところがまあ特徴なのかなというふうに思うんですけども、まあ、温かみのある音色、あまりこう音が詰め込まれてないような少し間のある音っていう印象ですかね。あと視聴などもできますので、はい、ぜひヘニングシュミートもしくはフラウというレーベルから出てるんですけども、そのレーベルを検索していただければ視聴などもできますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今年1回目のあのワッセン TV 311の暮らしの試合を、はい、あの飯島さんからそのファンのこととか、あの障害者グラフィティでもやってますけど、うん、障害のある方ない方のその接点ということでいろいろあの学ぶ機会も多くて、本当お忙しいのを来ていただきありがとうございました。ありがとうございました。